華堂通りかっていうことで、ああ、コミュニティの方でやっぱあってはダメだ。25号は生きていると死にたい。今、12時47分だ。あんまり当てしねえな。よいしょ。あ、そや、もう、アントホームセンターできたんですよね。まだ行ってねえや。アントホームセンターって言ったら、あそこにあったんですよね。あの、トヨタのね、結構山奥の方、高岡だったっけな、の方に、ありますよね。うん。あれ多分一緒のところですよね。アントホームセンターですよね。そのところになんかラソのホームセンターがあると思って入った記憶があります。さあ、これは、誘導の方には入らないようにと。ガリコ。さあ、頑張れ。頑張れ。頑張って登るよ。なかったか。あ、これこの手がわからんか。あ、それか電話がでもかかってきた。あ、じゃあやっぱバイパスの方に肌がかかったよね。確かにちょっと初見わかりにくいですね。で、しかも夜で雨が降ってるから道路標識に結構書いてあるんですけど、これ見えないですよね。こんだけ雨が強くて、反射しちゃってると。特に高速に乗ろうと思ってる人は、もう絶対こっち側に来といた方がいいんですからね。明白国道だった、もう明白国道で行くよって、決め打ちの場合は、旧道の方から行っても、問題はないですよ。うん。昔のインターがありますからね。昔だから新名神できる前のインターが残ってるんで、明白国道の方ではそこから入りますからね。新名神の方はもうバイパス側の方から入るような前提テープ作ってあるんで、カット機構とかしてね。まあちょっとやってきた。でもいつまだバーッと来るか分かりませんからね。いやー、おー、素晴らしい、来た。でこのプランだと何がいいかというと、夜中のうちに大阪界隈の方を通るんですよ。で、大阪界隈を通るってことは、夜中でも店開いてるんで、何かしらね、休んだりとかしやすい、っていうメリットがあります。みたいなんですよね。そこからも山陽道路通りなんて、何かしら店はね、早朝でも開いてるところも多いそうなんで、この山陽通りに関してはね、うん、下道で行くっていうと、国道1号と国道2号がメインなんで、あ、まあ25号使いますけど、うん。日本の中でもね、有数の幹線道路を中心に走っていく形なので、そのあたりはね、意外と、うん。そんなに、下調べをしてなくてもね、まあ、まあ大丈夫ですよっていうことからね。言っちゃったね、今、下調べしてないことを自分自ら自白しちゃったけど。いや、さすがに制度距離も長くてだこれ。もうちょっと距離は取り目でいきますよ。今一瞬落ち着いてますけど、路面はバチクソに水ありますからね。気をつけないといけないのが、意外と登ってるんですよね。登ってるんでアクセルをガッと入れ気味でね、行くと先のところにオービスがあるんで、思ったよりスピードがカッと上がった状態で入っちゃうんで気をつけないといけませんからね。どこだったっけ、オービス。
こだっけ。あ、また出てる。あ、やばいな。鈴鹿峠以外も行ってるか。通行止め情報はどこになってる。いや、これも鈴鹿峠のあれだな。で、ここにオフィスがありますね。鈴鹿峠はダメ。新名刺どうだ、復活してないかな。今晩中は難しいかな。この峠越えだけはね、最悪その過ぎたところから、国道2号でね、行くのは全然ありなんですけど。どっちかというと、25号線、ここの越えるところの方から、レフですからね。あー、新名神の案内は出ないか。通行止め情報は出ないけどさ、これ もう明白黒決め打ちするか。まあ一応出てくるときに見たときにはまだ通行止めの情報が出てたんで、さすがにこの大雨なんで。下がってないだろうと見ましょう。とりあえず明白黒の方に入ります。天気入ってからはちょっとだけ西明白かもしれない。うん。で、天理から大阪が意外と進路もまあまあ距離がありますからね。そう、あわよくばね、もう一回連れてこようと思ってたんですけど、そうだ、キッシーさんはね、業界が車業界じゃなくなったんで、ちゃんと祝日休みになったんですよね。土日祝休みのところに入ったんで、このね、お盆はこの先はね、普通に出勤だということなんでね、まあ、使いにくいだなと思ってね。よいしょ。どこ？席がダメ。あ、ダメか。あー、意外だわね。ここは通行止め。ダメか。そっか、こっちもダメか。